関する質問をお受けいたします。読売新聞の山本です。大きく1点質問しますが、北陸新幹線 の、 大阪への延伸について、ですけれども、国の方がですね、その京都を延伸、大阪に延伸するというのは、京都小浜ルートについて、建設費についてですね、もともと2兆円ほどとされていたものがですね、新しい試算では4兆円近くになっているというふうに認識しております。でそもそもこの建設費用がですね、このように具体的な数字で見えてきたことについて の、 受け止めと、改めてこの前原ルートというのもありまして、京都小浜ルートよりは前原ルートの方が費用が抑えられるということも分かっておると思いますが、このまま大阪府としては引き続きその京都小浜ルートでの整備を進めていく考えなのか、その点教えていただけますでしょうか。はい、まず報道で出ているところについては国にも確認しましたけれども、実際に我々、説明も受けていないということですという状況です。ですので報道では地方自治体に説明に回っているというようなことも一部報道でありましたが、説明は受けていないというのが事実です。ですので今現時点で正式に国から国交省から費用が現時点でどういう状況になっているというのはまだ分からない、説明を受けていないというのが現状です。ですので、その前提自体がちょっとまだ正式なものが出ていないというのが今のところです。その上でですけども、僕もかねてから申し上げている通り、やはり前回費用 2.1 兆円というのは約10年前の数字ですし、現在他の公共事業を含めて、万博でも指摘も受けていますけれども、資材費の高騰、人件費の高騰という中で、経済情勢が大きく変わっている。その上での現時点での建築が、現時点での工事費用の概算はいくらになるのかということは、やっぱりはっきりと出すべきだと思います。でこれは出すべきだというふうに言っていたのもこれまでの通りです。合わせて工期がどのぐらいになるのかということもやはり明らかにすべきだと思います。だから費用と工期です。でこれを出すためには、駅位置とそれから詳細ルートということが前提になると思いますが、その駅位置と詳細ルート、これが出ると必然的に費用の概算と、そして現時点での費用の概算、そして期間、工事期間というのが明らかになると思います。まずはこれをしっかりと早い段階で明らかにすべきだというのが考え方です。で、それがちょっと出てないので、何とも言えないですけど、想像されるのはもちろん、費用が当時よりは上がるということは予測されます。その結果においては、やはり関係者間において協議するような金額になるのかどうかということを踏まえて、その金額にもよると思いますけれども、関係者間で協議する必要があるようなものを、なりうと、その時はやはり今オバマ京都ルートですけれども、それは今変わってません。ですので現状では、僕 今の段階ではオバマ京都ルートが方針です。ただその詳細な金額工期が出て、ちょっと前提条件が違ってくるよねということになれば、関係者間で協議をしなければならないというのを思います。ただ今出てないので、聞いてないですから、僕は憶測で言うわけにはちょっといかまだいかないです。その前提のもと関連してもう一問だけなんですけれども、いずれにしても現状 の、 建設費にせよ、膨らむ見通しがあることはもう昨今の状況から変わりないというふうになったときに、実際地方自治体も建設費をこれ一部負担しないといけないという立て付けになっている中で、例えばその福井県ですとか京都府ですとか、そちらの方がやはり沿線としては範囲としては広くなってくるので、そこの自治体 の、 負担が大きくなっていくということにもつながっていくと思いますけれども、その段においてですね、例えばその京都府ですとか、そういったところがこれはもうなかなか自前では負担できないだとか、そういうふうな状況も考えられると思います。でそうなったときに大阪府として何かその京都府に対応を求めたりですとか、かつ一番は国に対して何か求めることのお考え、現状がありましたら教えていただけますか。
整備新幹線っていうのはルールが決まっていますので、その距離ベースで都道府県も負担するというルールです。で、費用負担が伸びれば都道府県の負担が増えるというのが、まあ、今のルールの当然になります。で、京都は非常に距離が長いところもありますから、その京都がまずどうするかというのは、まずこれ京都自身が判断することにはなると思います。京都にしてもそうですけど、じゃあ、まあ、国が負担するというのも国も税金ですから、まあ、そういった意味では誰がどれだけ負担するかという議論ももちろんあるんですけど、その事業費全体を見たときに果たしてこれが適切なのかという考えをしっかりと関係者間で協議する必要があると思います。だから意外と国だからいいじゃないかというふうには僕は思わない。だって国だって国民の税金なんだから。そう考えたときに、このルールっていうのが、まあ、まずルールがあるので、そのルールに基づいてどうなのかっていうのは都道府県で当然各自が判断することにもなります。まあ、その上でだからその前提となる費用の概算、距離、工事の期間、そういったものが果たしてどのぐらい今までの議論と前提が変わるのかどうかということをしっかりと見極めた上で判断する必要がある。今は小浜京都ルートです。それは今も変わっていません。でもというのはまだ費用の概算も聞いてないし、距離の工事の期間も聞いてない。けど今報道されているようなものが事実だとすると、まあ、全然大きく変わるなというふうには思っております。だって2兆円が4兆円になるわけですから、報道ベースで。だからでも聞いてないから僕はこれ前提にしてないですよ。だけれども倍になるのかと。だから普通のこれまでの BYC で言ったら半分になるということですよね。 BYC これまで 1.1 だったと思いますから、だから 0.5 ってなったら、それは公共事業としてどうなのかっていうのは当然出てくると思います。倍になる、そして期間がどうなるか、公式期間がどうなるかっていうのはやっぱり公式期間も大切ですから、まあ、そういったものをしっかりと早く僕は国に出してもらいたいと思います。報道が先行しているので、まだ我々のもとに正式な例えば報告は来てないという現状です。まあ、僕の考え方はもう早く、やはりもう今物価等も上がっている中で10年前の数字ではなくて現時点での、 この工事費用の概算、そして工事期間というのをしっかりと国を早く出せると思います。まあ、その上で前提条件が大きくあるのであれば、関係者間で協議をやっぱりする必要というのは出てくるんじゃないかと僕は思っています。でも今はそういう状況じゃないので、現時点でオバマ旧都ルートですか、前原ルートですか、どちらを支持ですかというと、これはオバマ京都ルートです。全員が合意してもオバマ京都ルートですし、まあ、大阪もその意思決定をしています。だからその前提がどうなんだろうということが、まあ、一番報道で見るわけ前提はどうなんだろうということはありますし、まあ、実際問題僕も今回の万博もそうですし、いろんな公共事業を大阪府としてやっている中で、約10年前の費用というのはとってもじゃないけどそのままでいかないだろうと思いますし、工事費用って上がってますから、報道されている中身というのがそこまで驚く数字かというと、そういう数字でもないなというのが、まあ、報道の感想